千葉市の稲毛で活動しております風見戸と申します。で今日はね、自家用車に乗ってるいつもビデオを撮ってくれる森潤にね、チームから一言ございます。お誕生日おめでとう。はい、ということでね、始めさせていただきたいといつもありがとうね、森潤ね。実はね、今日我々のこのオリジナル曲クラウンシャイネスという曲なんですが、これが踊り納めになります。皆様の記憶に残る、一本にしたいと思います。皆様に笑顔と元気、そしてよさこいの楽しさをお届けできるよう精一杯演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いします。この風は色とりどりの思いをはためかせ、私たちを新しい世界へと誘う。踏み出した未来のその先へ。
皆様に笑顔と元気が届いたでしょうか。会場のお越しの皆様、親子三代夏祭りスタッフの皆様、すべての皆様に熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。